はい、じゃあ始まりました。ハイチのダダダラジオ第279回でございます。今回はですね、ちょっと久々にサブタイトルというか下の部分なしで、もうメインテーマのみでね、ちょっと喋っていきます。だからシンプルですね、画面がね。過去は変えられるというテーマですね。かっこいいですね。響きがいいですね。実は先に言っておくと、自分は過去は変えられないと思っていた人物なんですけど、ある方の動画を見まして、ちょっと考えが変わったというか、あ、そういうことだったのかってある気づきがあったんです、最近。で、それで、ちょっとみんなとシェアできたらなと思って、今回このテーマにしました。で、あとですね、今週のダラダラジオも多分音楽、BGM つけてると思うんですけど、先週ね、つけたんですよ。久々にね。で、以前もつけた時があって、ない方がいいっていう方とあった方がいいっていう方、やっぱ当然ね、意見は分かれてて。で、先週ね、ちょっと BGM 意図的に大きくしたんですよね。そう。そしたら、やっぱりちょっと、でかすぎると。あって、今週はちょっと小さめにしたんですが、皆さんどうだったでしょうか？まあ、感想をぜひね、書いてみてください。よし、じゃあ行きましょうか。で、まずネタバレからしよう。ね、何の動画かっていうとね、近畿大学。大学です。近大ですね。近畿大学の、卒業式に、毎年、まあ、芸能人の方とか、有名な方がですね、ゲストスピーカーとして、いらっしゃるんですね。で、それが YouTube に投稿されてるんですよ。ちゃんと編集、テロとテロップも全部入って、そう、されてて。で、去年はこの前のね、平成30年度の卒業式に、キングコングの西野さんが、ゲストスピーカーで出られました。で、今回この概要欄にリンク貼っておきますので、まあ、ちょっとね、16分くらいある動画なんですけど、おそらく、見れます。見れると思います。非常に面白いですね、喋りが。はい。こう、話の流れが、非常にもう出来上がってて、まあ、全部今言えないですけど、よかったら見てみてほしいんですが、その西野さんが言っていたのが、その過去は変えられるという話です。もしね、ちょっと興味持って全部聞きたいという方は、一回このダラダラジオ切っちゃおう。切ってリンク飛ぼう。飛んで、見てから、ああ、この話かのがいい。自分ちょっとネタバレするからきっと。うん、のがいいと思います。気になる方はね。そう。ではちょっと話を戻すと。で、これね、実は自分知らなくて、この動画。で、この前、ツイッターでね、呼び乗りの編集のやすくんが、ツイートしてて、おぉ、マジかと思って見てね、そっからちょっと、全部見たんですけど、やすくんありがとう、本当にね。そう、で、自分はもともと、今と未来は変えられると。変えられるというか、いくらでも作れる。でもね、例えば未来がさ、A っていう未来とは決まってないわけじゃん。別に。B にもできるし、C にもできるし、D にもできると。可能性はいくらでもあると。それを変えられるという表現で思っていたし、それは今もそうだね。今自分が、例えば、身近なところで言って、自分すぐお腹空いてるんですけど、お腹なりそうなんだけどね。なったらごめんね。ラーメンを食べるのか。ね、ハンバーグを食べるのか。食べないけど太るからね。ハンバーグを食べるのか。そうそう。何を食べるかっていうことも変えれるわけじゃん。今の。選択肢はいくらでもあるからね。で、その、今っていうものの連続によって未来っていうのは大きく変わっていくものだと思ってるんだけど、過去っていうのはもう起こってしまったことだから。だから変えることはできないって非常に思ってた人間なの。で、もちろん、そういう、なんだろう、自分が今まで見てきた側面というか、そこは変わってないのね。変わってないんだけど、この西野さんがこの話の中でおっしゃってたのが、未来は変えられないと。で、西野さんは変えられないっていうのも、でもちょっと捉え方が違くて、自分とは。その、10年後の未来をこう好きに作ってくださいって言っても難しいよねっていう感じ、ニュアンスとしては。で、過去っていうのは変えられるっておっしゃってたの。で、この話の中でおっしゃってたのは、例えば、その、何かに失敗してしまった過去とか、ね。あとはなんだ、こう、まあ、好感度の話もしてたが、好感度が低かった過去とか、まあ、自分にとってネガティブな過去ってあるよね。変えたいとかなくしたい過去みたいな。っていうのも、例えば、この、西野さんはこの話の中で、まあ、笑い話というか、ネタにしたわけよ、それをね。で、それで、笑いに変えることによって、過去っていう起こったことは変わらないんだけど、でも、その自分のその過去への捉え方が変わるみたいな、に風におっしゃったのかなって俺は思ったの。これ俺の捉え方。西野さんがどう思ったかはわからない。けどね。で、その時に、そっかって。で、そのニュアンスは変えれる。その印象、過去に起こったことをどう捉えるかは変えられるとは思ってるの、自分は。一番代表的なところで言うと、いじめね。俺の場合は。その中学の時いじめにあってて、いじめられて過去っていうのはもう、なんか、なくしたい過去だったわけ。ずっと。でも、それはこう YouTuber、塾講師の時からそうだけど、
実際にいじめられてる子たちと接してきて、まあ、YouTube 今でもそうだけどね、接してきて自分が話すこと経験談があるからさ、いじめられてよかったなとは思わないよ。できればいじめられない人生の方がいいし、いじめられてない人生の方が絶対いいんだけど、でも、それを経験してきたからこそ話せることもあるし、それで話すことによって、まあ、救われるというか、ちょっと気持ちが楽になる子たちが実際にいてくれてるから、だからその正当化できるというか、いじめられてその経験をしてよかったなというふうに思うことはできたの。そうだから何度も言うけど、いじめはない方がいいし、受けない方がいいし、しない方がいいね、もちろんね。なんだけど、あの過去も、まあ、いじめたの2年間ぐらいもう、まあまあまあ悪くはなかったかなっていうふうに思うようにはなったのね。でその過去に起こったことを印象が変わる、そのなんだろう、マイナスの面だったものがプラスの印象になってるっていうことが過去を変えられるっていう表現をされてたの。そっかと思って、まあこれは多分ね、もちろん賛否いろいろあるよ、きっとね、あるんだけど、でも自分の中では自分捉え方が面白いなと思って、だからそれを受けて、あ、過去は変えられるものなんだっていうふうに、多分これから声を大にして言うことはないと思う、自分はないんだけど、でもあ、そういう捉え方から自分が過去に起こったことの印象というか、その、なんだろうな、まあ、印象でいいか、が違う風に捉えられるようになったことは、過去が変えられたっていう風に捉えることもできるんだって思った時に、自分だからすごいなんかね、すっきりしたというか、開けたというか、あ、これシェアしたいって、すごく思ったの。俺の熱量伝わってるかな。なんかすっげえみんな冷めてたら申し訳ないんだけど。そう。で、なんかいい動画見たな、非常に思ったんだよね。でこれはね、例えば今みんながさ、まあ、学生の時なんて、まあ、自分学生の時の方が、ね、苦しいこと多かったし、まあそんなねえか、社会人になってからも多かったけど、でも、まあ、今苦しみ真っ只中の方もいれば、これからね、苦しいことがある方ももちろんいるかもしれない、ね、人生ずっとハッピーだったらいいんだけど、まあ、そうもいかないわけよ、ね、どっかで転んで膝をすりむいて血が出てしまう時はあるわけだしね、でもその血が一生出続けるわけではないし、必ずそれが治って、それでそこから学んで、どうしたらこけないようにできたのかというふうに学ぶことはできるし、人は捉え方によってね。だからみんなも今すごいしんどい方もいると思うんだけど、それが、まあ、過去を変えられるよっていうふうに言いたかったわけではなくって、やっぱり今いつも言ってきたように、印象っていうのはすごく変わっていくからね、まあ、いじめなのか、家庭内のことなのか、恋愛なのか、友達関係なのか、わからないけど、苦しいって思ってることが、もしかしたら、自分みたいにね、その経験してよかったなって、そこまではなる方は、まあ、珍しいかもしれんけど。ただ、まあまあまあ、悪くはなかったかなって、人生経験として一個ありだったのかなっていうふうに思える日は、多くの方が来ると思う。なのでしんどいことも多いしね、辛いことも非常に多いんだけども、耐えてほしいなっていうのは非常に思います。でそれは耐えるっていうのは我慢するだけが耐えるじゃない。一般的に例えばいじめを例にするんだったら、まあ学校に行かなくなるとかさ、ごめんちょっと椅子がギーギーってごめんね、行かなくなるとかっていうのが逃げるっていう表現する方いるんだけど、まあそれは逃げじゃないわけよ。それ一歩進んだだけだからね、学校に行かないっていう選択肢を一歩歩んだだけだから。だから、それも一個の耐えるだと思う、俺の中で。ね。今、被害になってることを、直に耐える。ね、一般的な耐えるだけじゃなくて、みんなが、選択をして、もちろん、学校に行かないっていう選択をすることによって、他の歪みが出てくる。例えば、家族から何か言われる可能性もあるし、世間から何か言われる可能性もあるわけだけど。でも、みんなが決めた一歩っていうのをすごく大事にしてほしいなと思うし、それが、今はすごくね、そのどの選択をしても苦しいかもしれないけど、その選択が、数年後振り返った時に、よくやったな私って、あん時の私よくやったと、あん時の俺よく決断したというふうに思うことができると思っているので、ぜひね、なんかそういうふうなことを伝えたくなりました。はい。ということで、いや、うまく喋れんかったかな、どうなんだろう、わからんけど、まあまあまあ、あ、よかった、ほんとね、動画リンク貼ってるんでチェックしてみてください。で、あ、そうそうそう、しまった、忘れてた、
概要欄に書けたら書いておく。今週っていうか明日からか、22の月週月曜からですね、今週1週間、ちょっとラジオに出させていただきます。5分番組なんでね、ちょっとなんですけど、聞ける方は、ぜひ聞いていただけたらと思います。ラジコっていうアプリがあるんですけど、あれは多分ちょっとね、プレミアムっていう月額制のやつに入らないと聞けないのかな、全国どこでもみたいな難しいかもしれないんですけど、まあ、ちょっと聞くチャンスがある方はぜひぜひ聞いてみてください。あまりにもしどろもどろでね、これは放送終わったら話すわ、いつか裏話いろいろね思うところあるんだけど、まあでも初のラジオだったんで非常に嬉しい体験だったので、まああたふたしてうまく喋れてない配置を聞ける方はぜひね聞いてみてください。あとは先日というか、この、ダラダラジオだと前日か、土曜日だね。政教新聞さんにね、取材取り上げてもらったりとか、あとは近々またいろいろ、出ますんで、新聞とか雑誌とかかな、出ますんで、よかったらね、チェックできるものはチェックしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いいたします。では、今週のダラダラジオは以上で、最後噛むんでね、今週のダラダラジオは以上です。また来週お会いしましょう。それじゃね、また、バイバイ。